もみじ狩り。もみじが綺麗な戸隠山で、高貴な美女と侍女たちが酒宴を開いていると、しぐれの中、鹿狩りの途中の平のこれ持ちが、従者を連れて通りかかりました。これ持ちは失礼のないようにと馬から降り、通り過ぎようとしますが、ぜひご一緒に、と女に誘われるまま、宴に加わることにしました。この世のものとは思えぬ美しい女と前に目を奪われ、酒を勧められ、これ持ちは酔いつぶれて眠ってしまい、女は決して目を覚まされぬようにとささやきかけ消えたのでした。寝ているこれ持ちの夢に、八幡大菩薩に仕える竹氏打ちの神が現れ、先ほどの女たちが戸隠山の鬼であると告げ、太刀を授けて目を覚ますように促します。これ持ちが目を覚ますと、稲妻が走り雷鳴もとどろく中、風が吹き荒れ、恐ろしい鬼が現れます。鬼は岩の上や空から火炎を放って、これ持ちに襲いかかりますが、これ持ちは落ち着いて心の中で八幡大菩薩に祈り立ち向かいます。激しい戦いの末、これ持ちは見事に真剣で鬼を退治したのでした。